さて、完全にアルセウス乗り遅れてるから早々に進めたいね。グレノシッチでのポケモン調査ご苦労である。マダさんは次なるエリア群青のなんたら、最初に言っておく、群青の海岸にキングはおらぬ。ちゃんと読みましょうね。キングいないんだ、群青の海岸には。じゃあ何しに行くんだろうね。カイさんのこのスカートみたいな、これどうなってるんだろうな。ちょっと景色が良くすぎてちょっと急に笛でも吹きたくなっちゃったんですかね。見られてます今あなた。こんなとこ俺恥ずかしくて 見られたくないけどな、こんなの。気持ちよくなっちゃってるな。あ、気づいてた。え？なんかバトル挑まれたんですけど、これやばすぎでしょ、カイ。どうしたの？どうしたの？急に。急にどうしたんですか？グレイシア。なんか完全にゾーン入ってましたね。急に景色、いい景色。何？ズルでしょ。やっぱカイさんがズルしてるんですけど。ちょっと待って、なんか2対1なんだけど。はあ、これなんか俺ズルしてくるやつだと思わなかったわ、さすがに。水の波動しとく、半分効くな。やべ、カイズルしてくるわ。なんで、うわ、早技も使ってくるの、こいつ。えぐくね。何こいつ、こいつこんな可愛い顔して結構やってることゲスすぎ、霊媚。ちょっと待って、バカリンチ食らってんだけど。俺これ2体出せないのかな、これ2体出せない、出せないわ、ひどいわ。じゃあひどいわこれは。弱い者意地にもほどがあるわ、ほどがあるね、噛んだわ。腹立つな。アクアジェットで死にさらせ。なんで早技でやったの。まあいいや。え、こいつえぐくね。2-1でした今。やってくれるな本当に。すっきりしたけど。2対1で喧嘩打ってボコしに来てて、なんかすっきりしちゃいましたけど、負けて。こいつやばすぎだろ。